それでは計算基礎学1の第5回の授業を始めます。まず前回第4回の授業内容のまとめです。前回は計算量の概念について説明をしまして、それに基づきまして多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いました。でその後後半では一変数多項式の表現について学びまして、この一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。で今回の内容です。今回はその一変数多項式に対するアルゴリズムの一つとして一変数多項式のフォーナー法を取り上げます。でそのフォーナー法の応用の中で特に、非不整数の、二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換といった計算を扱います。それではフォーナー法から入っていきたいと思います。テキストは18ページ、セクション 2.2.2 をご覧ください。でまずここで今回対象にする計算は多項式の評価と呼ばれるものです。今ですね、一変数多項式 AX っていうのをこのような形で与えられた多項式とします。 N 字の多項式で、整数係数ですね、整数係数で、あとそれから X0 っていう整数を取ります。でこの時に今日計算するのはこの AX0 の値を求めるところですね。でまあこの AX の X に、整数 X0 を代入した値 を求めようというものです。で計算の分野ではこのことをですね、X イコール X0 で AX の値を評価するという言い方をします。さて、まあ、その評価ですけれども、まあ、これは単純に X に、X0 を代入すればいいわけですね。と、まあ、これまず素朴な方法として、まあ、AX が例えばこのような 5X4 乗プラス 3X3 乗でといったような多項式としまして、で X0 を10としましょう。で、この A の10を求めようと思いましたら、この AX の X に全部のところにこの10をこう代入して、その掛け算と足し算で、値を求めればいいというわけですね。じゃあ、そのような単純な代入を行ったときに、その還元乗除の回数が何回発生するかというのをちょっと考えてみましょう。まず、5x4 乗のところの x に、10を代入しますと、ここは 5×10 の4乗ですから、10の4乗を計算するのに3回と、それから 5× の1回ですね。だから 5×10 の4乗には4回乗算が入ってきます。で同じようにして、3次の項の評価に3回、2次の項の評価に2回、1次の項の評価に1回というふうに、こう、乗算の回数が入ってくるわけですね。でこれを一般化して、見積もりますと、その多項式 AX の次数が N の時に、その AX を X0 で評価する時の計算量、計算の回数というのは、これ J が1から N までの J の和ですので、これは等差数列の和の公式で、まあ、オーダーもしくはシータの N2 乗と見積もることができます。ということで、まず一つ、注意していただきたいのは、この素朴な方法で一変数多項式を評価しようと思うと、その計算量っていうのは、この多項式の次数の2乗に比例するということに注意しておいてください。で、今回はちょっとその今の素朴な方法よりももうちょっと賢い方法を使うということです。で、そこで使われる定理が、この常用定理と呼ばれるものでして、これも、その高校の時に多分習ったと思いますので復習しますと、こういった定理でした。AX をまあ整数係数の一変数多項式として、それから X0 を整数とします。で、この時にまあ AX を X-X0 という多項式で割った乗与は、その A に X0 を代入した値に等しいというものでした。まあ、この定理はですね、そのまあ高校数学で多項式の因数分解を行う際に、使われた常套手段だと思いますので、皆さんよくご存知かと思います。で、実はこれを使うと、その、
多項式の AX0、多項式に AX0 を代入した評価の計算ができるということですね。で、そのやり方として、多分多くの人がすでに学んだと思いますが、組み立て除法と呼ばれる方法があります。で、これは、一応復習しますと、次のようなものでした。この事例ではですね、先ほどの多項式ですね、この例題に出てきてきましたこの多項式の係数をまずこの上の行にこうバーッと並べていきます。そして左脇にこの評価する整数10というのを書いておきます。で、最初の手順ですけれども、この多項式の係数最大時の項の係数5をまずこの横線の下に落とすわけですね。で、今度、この5にですね、この x0 をかけたもの、今 x0 は10ですから、5を10倍した50を、次の一つ右側、だから x4 乗の係数の3の下にこう書いておきます。で、この上の x4 乗の係数とこの50の和をですね、これ53ですけど、これをその横線の下に書くと。で、今度はこの53、に左側に書いてこの10をかけて530をこの3乗の係数のマイナス2の下に書いて、でこの3乗の係数マイナス2と530の和を取って528と書きます。で、同じような計算をですね、下の数を10倍して1個右上に置いて、で上の係数との和を取るっていう計算をこう最後まで繰り返すと。で、そして一番この表のですね、右下に52870という数値が現れますけれども、これが実はこの AX に10を代入した値であるというのが、まあこの組み立て除法の結果ということになるわけですね。で、実際にこの表による計算はですね、式に表すとどういうことをやってたかというと、この下の行にあるような式を計算していたことになります。まず、5×10 を計算して、それにこの3を加えたものがここに来まして、でそれ全体に10を加えて、今度はマイナス2を加えたものがここに来ましてっていうふうにして、こうそれまでの計算結果を10倍して何かを加えたっていう計算を、まあ、繰り返したものが52870になってたというわけです。で、ところが実はですね、これっていうのは、この、これを展開するとですね、ちょうどその多項式 AX に10を代入している計算をやっていたと同じことにを意味するわけです。で、これをですね、一般の多項式に対して行いますと、その AX を今度今、N 字の多項式とした場合に、その、この AX0 ですね、定数 x0 を代入した値 AX0 を、求める場合は、今の組み立て除法のようにその計算していけばいいというわけですね。最初 N 字の係数に x0 をかけて N-1 の係数を加える、それに x0 をかけてこの N-2 の係数を加えるっていうのを繰り返していって、最後、まあ、A0 を加えるところまで計算することでこの AX0 を計算できるというわけです。で、この組み立て除法を用いて、その多項式の評価を行う方法をフォーナー法と呼びます。で、実はこのフォーナー法と呼ばれる方法は、欧米で知られるようになったのは19世紀でして、このフォーナーという人は、フォーナーという名前はこの方法をですね、論文に書いた人の著者の名前なんですね。で、19世紀に出された論文があります。しかし、ここでは詳しく述べませんけれども、東洋ではより古くから知られていたようで、まあ、そういった記録が残っているそうです。で、一応今日はこのフォーナー法を習いましたので、早速ですが、このフォーナー法のアルゴリズムを書いてみましょうということで、こういう形で書くことができます。フォーナー法は、今計算して分かりましたように、入力としましては、まあ、多項式、それから定数を取るということですね。ですので多項式は AX とします。これ N 字の多項式の表現であることに注意してください。それから X0 という、まあ、
整数をですね、取ることにします。で、出力としましては、AX の X0 において評価したこの AX0 を返すということにします。で、以下、アルゴリズムの各ステップですけれども、まず最初に、AN をこの Y という変数に代入しまして、で、次に、ここで繰り返しがあります。I という変数を N-1 から0まで1ずつ減少させながら次の処理を繰り返しなさいっていうんですけれども、これは何かっていうと、Y を X0 倍したものに AI を加えて、それをさらに Y に代入しなさいっていうことを繰り返します。まあ、これが、組み立て、先ほど見た組み立て情報の、1ステップ1ステップを表しているんですね。で、これを i が n-1 から0まで1回ずつ繰り返していって、i が0になったところでループを抜けて、y を返してアルゴリズムを終了するという流れになります。ここまでいいでしょうか。で、そのホーナー法の、計算量の見積もりは、今回のレポート課題としてこれから皆さんに考えてもらいます。で、その時の注意点なんですが、まず代入やリターン分は計算量に含めないというところですね。これは前回の授業の計算量の見積もりの時にも申しましたが注意してください。それから今回は指則演算の計算量はその数値の指則演算を単位とするということで、前回とちょっと異なる点なんですけれども、前回はその1ワードの加減上乗を単位としたので、その多倍長数が入ってきたらその多倍長数の長さ分だけ計算量が増えるということがあったんですけれども、今回はそういうことは無視します。だからどんな多倍長数でも1回の足し算は1回、1回の掛け算は1回というふうにして見積もりという点に注意してください。それからと以上が今回のレポートの回答上の注意なんですが、最後にリマークとしまして、先ほど紹介した組み立て情報では、実は割り算の小も同時に計算しているということに触れておきたいと思います。と、先ほどの組み立て情報ですけれども、AX がこのような多項式で、X0 が10を、に10が代入されていると。で、この時に、A の10を計算したっていうのが、実はこれは、AX を X-10 で割った乗与を計算していたということを見ていきました。で、一つ注目点としては、この組み立て情報の時のこの途中にあったこの数字ですね。一番右側はこの A の10の値なんですけども、その左側に出てきたこの途中経過の数字。これ実は、この、AX を X-10 で割った時の、小の各係数を表しているというのが一つの注意点ですね。この割り算の時の小というのは、実は 5x3 乗プラス 53x2 乗プラス 528x プラス5288だったということで、その組み立て情報は実は高校の数学ではあまり触れられてなかったと思うんですけれども、乗与のみならず小も同時に計算していたというところを押さえておいてください。ここまでよろしいでしょうか。